皆さんこんばんは、ポッキーです。皆さん人生において一度くらい寝たことありますか？まあある人は多いと思うんだけど、まあ、僕もありますね。昨日寝てました。で、寝てる時ってさ、なんかさ、ベッドの下から誰か出てきたらどうしようとかって結構怖くない？まあベッドの下に空間があるタイプのベッドに寝てる人だけだと思うんだけど、まあ僕実家に住んでた頃はベッドの下に空間があるベッドに寝てたんで、ちょっと怖かったんだよね。今回はそれをテーマとした、まあホラーゲームなのかな？殺人鬼、骨のない殺人鬼を操作して、そのターゲットをキルするホラーゲームやっていこうと思います。なんかベッドの下から出てくるらしい。ザ・マンマンでいいのかな？やっていきます。スペースで、はい。寝てるな。なんだ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 ？おかしいだろ、ボイス。どんなボイスだ、それ。喋ってんな、なんか。なんか部活で疲れてそのままジャージで寝ましたみたいな感じだね。掛け布団かけずに上に寝る神経ちょっと理解できないけどな、俺は。ほうほうほう。まあなんかザ・マンマンっていう都市伝説の殺人なのかな。お急に急に BGM が深刻になった。あ、操作方法も出ましたね。俺はもう殺人鬼を操作するわけだから、今もうベッドの下に待機してんのかな。ちょっと動かしてみますよ。あ、動いてる？動いてるか？おい、出てこい。あれ、あー、来てや、こうか。ちょっと待って、気づかれるだろう。いや、待て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 、ね、おかしいおかしい。おい、どうした？絶対にキルできないって。これ殺人鬼じゃないって。こいつもう何も怖くないし。あ、ナイフを取りに行けと。ナイフでキルするんだ。ナイフどこにあんの？これキッチンとこにあるんじゃないの、あの奥の。あのさ、普通に歩こうぜ。でも骨がないらしいんだよな。ちょっと待って、まずなんか時間制限とかはない感じなのかな。タイムを競えるみたいな、タイムアタックも遊べるみたいな感じが。 S は S、 S。 腰を動かしてる場合じゃないって。待てよ、まずですね、行くべき場所はこっちか。おーい、やばい、物音だったら起きるって。こっちこっち。そう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 、ちょっとずつ横向いて。おい、ちゃんと横向け。そう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 、こっちを向いて、で進行方向定めて。いや、 BGM との合ってないってゲームプレイの差がすげえな、このゲーム。ほい、待て待て。もういいじゃん、寝てるだけで。なんでキルしようと思ってんのねえ。ちょっと、あ、これ足も動かせられるのか。うん、バタバタやっても泳げないよ。水の中だと思ってんのかな、これもしかして。普通にこいつは、しかも殺人鬼じゃなかったとしても警察に捕まるしな。うん、まあ、いや、たまにさ、たまにぐちゃーみたいな音あるけど、何が潰れてんの一体ね。鼻とか潰れてる、もしかして。鼻潰れてぐしゃーって言わないか、これ。だからさ、でも多分ナイフこの部屋にないから奥だよね、あのキッチン行くんだよね。ちょっと待って、これ長押しじゃダメなんだよね。右右右、ちょっとずつ向いていこう。マジで大変じゃこれ。なんだこのゲーム本当に。でもさ、立ち上がれないからさ、どうやってナイフを使うんだろうっていう、ちょっと気になってきました、このザ・マンマンの殺人方法が。これでも見えなくなっちゃうけどねえ。あちゃんとちゃんとね、カメラも2カメでナイフが回ってんな、上で。なんかいい部屋だな。なんか DVD かなんか見てたのかな、青い光がついてて。ちょっと待てよ、これでもさ、あの上にあるさ、ナイフどうやって取るの。ちょっと待って、まずとりあえずまっすぐ前に行って。なんか最近流行ってんの、こういう骨のない人た、あの主人公のゲーム。ちょっと前もやったんだよな。もう全然いけない、前に。何このゲーム本当に、全然前に進めないんだけど。おい、どうなってるこれ。おい、大丈夫これ。ちょっと待てよ。いや、あ、頭
動かすこと大切だわ。頭動かしたら急に速くなる速度が。ギターも弾いて、ギターも弾いてけ。楽しい、このゲーム超楽しい。どんどん言ってる。痛いだろうな、相当痛いだろうな。あ、ギターも弾こうとしてる。お、ギター弾く気もあんのか。お前すげえな、見えないだろ何も。でこれどうやって撮んの、どうやって撮んのが正解なのこれ。ない。あどうやってどうやってやった。てか危ねえよ普通に。おい危ねえぞ、ナイフそんな持ち方すんな。おい本当にやばいぞこれは、マジで。子供が真似したらどうぞ。危ない危ない。あ、違う、これ顔見えるかも。え、顔見えるかも。ちょ、なんか、え、目みたいなもの見えるな、ちょっと。アホピカリした目が見える。ちょっと待て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 、目見えるか。あ、目見た、顔見える。ちょっと待って、ひでこれはひで。あー、なんかちょっと顔見えるな。でも怖いね、やっぱ。おい、仰向け、もうこの状態で朝迎えようぜ。うん、この状態で朝迎えてさ、あいつ脅かそうぜ。あ、てか、あ、スペースでナイフ使える。怖っ、めちゃめちゃ怖いじゃん。やべえ、操作逆転した。うわ、行きたい方と 逆になった。あ、難しい。ちょっとナイフ。危ない、危ないって。あ、これもうでも行けそうだぞ、これ戻ればもう。だってさ、うわー、めちゃめちゃ無駄な5分過ごしてんな俺。またカメラ変わってくれるよねこれ、カメラ視点変更してくれるよな、ちゃんと。来た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 。さあ、おい、お前よく起きなかったな、あの物音で。相当疲れてんだな。おい、俺は殺人鬼だ、容赦なく行くぞ。殺人鬼は殺人をすることを目的として生まれた存在。よし、行くぞ。え、はっはっはっ、誰かやられてる。何、どういうこと。怖い、どういうこと。何何、なんか別展開。どういうこと。あいつを倒すのか。誰かやられてんのか。あいつもこんな感じ。あ、逃げるまでにってことか、もしかして。ちょっと待て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 、やばい、逃げてる。いや、追えない。ちょっと、くそ、いや、邪魔だ。ちょっと、机どけろ、机。ちょっと待って待って、何やってんだあいつは。あいつで、おいおいおい、だいぶやべえ状況だぞ。おい、ちょ、もうすげえ邪魔なんだけど、机が。なんだこれ、絶対に許され。あいつ俺の獲物取りやがって。いや、なんならこいつはもうただいいやつの可能性があんな。いや、でも殺人はしようとしてたもんな、悪いやつ。あれは、あ、負けたんだ多分俺、逃げられたんだあいつに。ええ、ちょ、これもう一回最初からってこと。もう一回最初からってこと、これもしかして。もうもういいって。おい、嘘だろ。分かった、もう。でもちょっと、ま、明らか手こずったのはもう俺も分かってるから。ちょ待って、もう次本気でいくわ。タイムアタックの気持ちでいくわ。まさか2回も見ることになるとはな、これを。まあ皆さんにはちょっとカットでお送りしようかな、さすがに。さすがにこれをまた見たいって人もいないだろうからね、きっと。か、でもだいぶ上手くなってる。上手くなってる、上手くなってる。これ上手くなってどうすんだ俺は。どこに役立つんだってか。これもう開けれねえのか、この白いところ。あー、あの上の、右上のあのあれか、扉から出たら、逃げたらダメなんだね、あいつが多分。なるほどな、ちゃんとあるんだ。あいつはなんであの四つん這いだったんだろうね、逆に。あいつは別に普通の人間だろうから、普通に立てるはずなんだけどな。合わせてくれてんのかな俺に。この机すっげえじゃん、めちゃめちゃ手が疲れる。このゲーム、ちょ、これ机邪魔なんだけどな。あ、来た来た、よしよし。塞ぎたいけどなー。あ、なんか引っかかってんのか。引っかかってるっぽいなこれ、ちょっと。うわ、マジか、ナイフが。あ、来た、で来ました。待てよ、これ俺マジでもう考えるよ。足から入る、足から。だから一回体を横にして、ちょっと待てよ、体を横にして足を持って。踊ってる踊ってる、すげ
かっこよくね、なんかかっこよくはないね、ごめんなさい、語弊がありましたね完全に。でも足から行くのむず、じゃあ足から行くのむず、もうここに入ってんだけどな。あっ、そのパターンもあんの？うわ、出てきてから、出てきてから見たかった。ちょっと待って、待ってなんだこの画面、しかもおいおい、なんか来たな、なんだこの恋愛ゲームみたいな、おい、だこれがマンマンガザ、こわ、近くで見るとクセ強、三強プレイング、ちょっと待って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 、もう一回やらしてあの、やめて顔、やっぱ後ろ向き絶対無理だから、うん、怖い、一番こいつが怖い。いやでも待てよ、速攻で待てよ、いやマジでむずいこれ、ちょっと待って、あいつ遅いんだけどな、うわ待って、うわこれ難しいなんでだ、こっち向きだからかな、後ろ向きにやっていって、やばい、逃げんな逃げんなくそ、逃げるんじゃねえ、頑張れ、よしよし、いいぞ、いけおい、いける、俺ならいける、止めろあいつを絶対に、くそ、いけ、惜しい、頑張れ、いけ、逃げんな、おい、あ、惜しい惜しい惜しい、待てよ、いけいけ、ちょっと待て、いけって、いやなにこのゲーム、あー、はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか、神ゲーでしたね